せと悪いお知らせどっちから聞きたい？いいお知らせ。めちゃくちゃ暖かくて天気がいい。悪いお知らせは？昨日の夜撮った映像全部スローモーションやった。マジで？またやってしまったよ。いただきます。ごちそうさまでした。水あいや。やっぱりイロハスって大山の湧き水らしい。あ、そうなんや。でもさ、俺らイロハス飲んでるみたいな。だから美味しいのか。ありがとう。はい。ちょっと色補正した。Thank you.
え、絶対に釣れすぎやんな。釣りすぎやな。卸売市場みたいじゃない。うまいな。あ、もうここまであったら水木しげるロードなんや。こっからやってそういう感じで始まんだよ。だって道やもんな、ロードってことは。あ、え、これもそうじゃない。あれ、あれ、お、これどうしたんや。わかって言うな。待って、すごい、あれ全部見たもんやしや。終わり。ありがとう、お疲れ様。え、水木しげるさんや。あ、ほんまや。鬼太郎、ネズミ男、目玉親父と遊びながら妖怪漫画の必達に没頭する水木さん、周りに潜む妖怪の声に、たは。見て見て見て、漫画描いてる。そう。すごい。海からこんにちは。海から妖怪がこんにちはしてるんじゃない。なるほど。ライトアップされてる。どっからやろう。あれや、これ何。すごい、それ色ついてんねん、これ。これめっちゃ気になってる。これなんやろな。何これ、何か分からんけどすでに可愛いぞ。いいね、これ。これめっちゃ素敵。あ、鬼太郎と目玉親父がな。そうそうそう、開けちゃった。大丈夫か。鼻についた。これがめちゃくちゃお酒に合うんやって。あ、そうなん。お酒ないな今日。食べる？うん。揚げたて食べたくない？うん。いただきます。いただきます。うん。うまっ。めっちゃ美味しい。美味しい。メバル。メバルやと思う。メバルの煮付けとアジの南蛮漬けと、これは名前はわからん。アジのたたき。
いただきます。うん、おいしい。めっちゃ身ホロホロや。わお、おいしい。うん、めっちゃおいしい。どう？いける？うん、あーおいしい。確かにお酒飲みたくなる。これはどれが一番うまい？でも、あ、これやっぱり南蛮漬けが一番美味しい。うん、うん。